こんにちは。ですね。私の動画を見てくれている人っていうのは、大体なんか演奏系の動画でね、登録してくださる方が多いようですが、ちょっと演奏できないので、代わりにこんなものを考えました。はい、全然演奏関係ないですね。はい、自動車レース系ですね。この間までなんかイニシャル D のなんか再現みたいなのをしてましたけど、もう対戦相手いないので、対戦相手をですね、アセットクルーさんの方で募集します。方法はですね、簡単です。実際にバトルするとすると、すごく時間かかりますよね。お互いに、空いてる時間いつみたいなね。で、その時間に合わせて、バトルしてくれるよっていう人は、なんかご飯の時間とか、友達と会う時間とか、ね、学習とか、お仕事の時間を割いてですね、レースする必要があるわけですよ。生活のリズムを崩してね、合わせる必要があると。で、今までそういうのをやってきて、僕はもう疲れました。友達、たとえ友達相手でもね、やっぱね、めんどくさいですね。ということで、いつでもできる方法をね、適当に思いつきました。車と峠ですね。バトルしてくださる方の車と峠、走る峠ですね。今回じゃあ峠にしてください。で、AI の強さと攻撃性をね、提示してもらいます。例えば、車は、鈴木のアルトワークスで、峠は、なんかその、アセットクルーさんのモッドであるどこどこ峠で、で、AI が使える峠でね、AI の強さは大体じゃあ90、わかんないですよ、90以上で92%とか、85とかでもいいんですけど、で、攻撃性は自分はそんなにぶつけないから、20ぐらいかなとかさ、なんかそんな感じで提示していただきます。で、その車と、コースで私がレースしますと。提示してもらった車に対して私がその条件で、私の車はトヨタの86ですね、はい、ノーマルです。これを、引っ張ってきてね、レースをすると。で、どうしようかな。動画に出すか。うん、で動画に出してほしくない人は出さないでって言うと、出さないで僕が個人的にレースして楽しかったって言うっていう、そんな感じですね。さあ、こんな募集をして誰が、いるのかな、バトルしてくれる人。多分いないと思うんですよね。いないと思うんで、それはね、多分ね、おじけづいてるっていうのもあるんだろうけどね。需要がこの動画にないっていうのもあるんだろうけど。ということで、こんなことしてみました。こういうのに引っかかる人いるのかな。勝てる自信がないならば、それまでの話なんでしょうね。どうなんでしょうね。例えば、その相手の車が、バトルしてやってもいいぞと。で、車はこれなんだけど、俺、自分でセッティングしたから、その車のリンク貼るからダウンロードして それ使えよっていうのはありなのかな。よくわかんないですけどね。っていう感じです。なんか思いついたらこういうことを適当にやってきますんでね。バトルしてくれるっていうのは、なんかそんな人は、やってみてください。